今年の4月から合理的配慮の義務化っていうのがこう定められたらしいんですよね。そうだから車椅子の人でも、うん、はいはいはい、なんか入りやすいお店を増やしていくとか、そういうことをなんかやっていこうみたいな、はい、そう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 。だから今回具体的にそのお店がいっぱいあるやん、はい、それをちょっと実際にってちょっとどんな感じなんかっていうのを調査していこうかなと思っております。はい、なんかさ、ざっと見た感じやけど、うん、ここやからか分からんけど入れそうなとこ結構あるよな。いっぱいあるね。うん、いやそれ段差もあるとこもちょいちょいあるけど、うん、なんか20軒に1軒っていうイメージ、うん、なんか飲食店だけに限らず電気屋さんとかさ、ここインタビューだけしてみる、うん、車椅子の人が来たらどうするんですかって、あちょっとインタビューだけしてみる、お宝鑑定団、そうちょっと分からへんけど、うん、まあその階段やん、そうな、車椅子の人来たらどういう感じなのかなって知りたいの。オッケー、聞いておきます。あ、すみません、はい、どうぞいらっしゃいませ。いいですか。はい、お、YouTuber ですよね。見たことあります。うさぎ TV っていう、知ってます、あの YouTube チャンネルが今撮影をしていて、はい、見てます。今ここの小口銀座を歩いて回っていて、はいはい、こちらは最初がスロープになってるから途中から階段になってるから、はい、車椅子の方が来たらどういう対応するのかなっていうのが気になって、はい、お友達が下で待ってるんで、はい、いつもだとお障害者の方とか車椅子の方とかっていうのは事前にここで査定させていただくか、あ物を持ってきていただいて、立てる方はちゃんとそこに捕まっていただいて、なるほど、高い声を出たい、はい、っていう形でやらせていただいてもらってます。はい、変な、全然変な意味とかじゃないんですけど、はい、なんか階段とかあれですか、はい、最初スロープつけようとかは思わなかったりもしたんですか。この持ち主さんからそれが NG だったので、はい、あ、じゃあそれも検討しながら無理やったみたいな。はい、でもここにテーブル持ってきて査定してくれるって素晴らしいですよね。はい、ありがとうございます。障害者に優しいお店という認定シールを差し上げました。すいません、ありがとうございます。いつも見ております。あ、見てます。大好きで登録もしているので。あ、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。こちらこそ。全然障害持ってる人でも全然優しいお店なんで、皆さんお宝鑑定団ぜひ来てください。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。なるほどね、すごいいいお店だった。そうやね、今度お宝鑑定しに行かなきゃ。じゃあお宝持ってんのか。私は持ってないな。これいくら買っていってもよかったよね。売れへん言うたってな。お宝みたいなもんじゃん。まあそうやけど、銀行入れるの普通に。全然もちろん。どうなんやの。ダンサーあるよ、ここ。まあまあ、まあまあダンサーあるよ。まあだからこれぐらいのダンサーやったらちょっとこう上げてもらったりとか。ああ、やっぱり単独では登れないんだよね。そう、このダンサーでだからベストではないですよ。そしてさ、ここなんかほら無人 ATM だから、そこまで行っても止めるか分けられないんでしょうか。そう、僕特に手巻きあるから力があるからねえ、通われます。まあまあ大変だね、こんな公共の ATM が普通に一人で使えないって。そうですね、自動やったらまだいいし。ああ、うんうん、今のところ3点貼ってくれた。なあ、貼ってくれたな。一応あのスペクターさ、自分でデザインしたからさ、嬉しい、貼ってくれるのが。確かにな、すごい嬉しい。なんかさ、これステッカーさ全部なくなったら次俺の顔でデザインしてよ。うん、そうしようか。せえへんやろ。いいよ、適当に答えやがって。あのさ、コッキーに聞きたいことがあるんだけど、なんか半分はオッケーだったけど半分は断られてる。ああ、今確かにな。なんか足が歩ける人からしたら、そんなたくさん断られるとレンタルが来るかも。それはどんな感じなの。いやでも確かに、そのいけるなと思って断られるのが連続で続くと、うん、もうどうしようってはなる、やっぱり。まあ、人がでも、いやその結局飯食うみたいとか目的があるから行くしかないよ。あの諦める。なんかまあほんまに現実的なこと言ったらゼロっていうことはやっぱりさすがにないと思う、うん、中華いっぱい探しました、大体断られて心が折れましたって言ったら、じゃあ和食にしようかっていうふうになるわな。
なんかそこがすごい気になった。なるほどね。一緒に回ってて、なんか車椅子で断られましたっていうパターンを何回も目の当たりにすると、私が悪い、なぜかというと私が悪いそうだった。なんかなんでかっていうと、私は一緒に来てるわ。そうよ、一緒に食べたいわけ。あで、一緒に来れないのは悲しい。あそういう立場でなんか心折れそうになった自分が。なるほどね、ハーハーグショコか。すみません、まあ、見た感じなんか見た感じね、この作り自体がまず狭いじゃないですか。ですよね。バリアフリー関係なくって感じかな、この店は。はあ、はあ、はあ、うん、車椅子で入りたいっていうお客さんが、まあ、ごめんってなってしまってる。ごめん。でこれ今お客さんがいないんで、これを溶かして入ることは可能なんです。はあ、はあ、はあ、そうすると一時的には入れて、むずいっすよね。いやいや、でもこっちがまず、そうや、まず通らないじゃないですか。ですよね。車椅子が、なんかちなみになんですけどね、この車椅子は難しいじゃないですか、でもなんか例えば耳聞こえん人とか、視覚障害の人とかでも全然大丈夫なんですか。大丈夫じゃないです。そうなんです。多分僕とかのスタッフの人が多分対応ができないと。へぇ、まあ手書きで対応できる。あ、それは多分できる。そのままっきりとか言ってくれると、手書きなんですか。笑ってしまった。その気持ち的にはどうなんですか。あんまり嫌やとかないんすか。ないそんなはないんすか。逆にこっちが、椅子も硬いですけど、子供大丈夫ですか。じゃあ来るのは全然 OK みたいな、はい、あ、飛ばしたかなっていうことで、ちょっとね、最初の話ちょっと誤解しそうになるけども、じゃあちなみにね、これそういう意味でこれステッカーあるんですけど、これ貼ってくれないですかね。そのこと渡しておきます、店長さんに。なんか貼っといてくれたら嬉しいです。障害者に配慮って言ったって、何でもかんでも言うことを聞けって話じゃないですもんね。そう。だって100キロの障害者来て、教えてくれたらもちゃわないし。できる範囲でしかできない。ですよね。いや、それで十分なんですよね。すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとカルディ行っていい？ほんでちょっと、見たいもんばっし。どれだそうなイメージあるよね。そうなんすよ、ぎっしり起こしてるもんね。そう全然いける。その通路意外と車椅子も通れるやん。もっとその狭い感じのコンセプトもあるけど、車椅子は最低通れるようにとかあるかもしれない。でも全部通れるやん。そうだから行けるよ。通れるね。ちゃんと計算されてるんだね。多分ほんまに多分計算されてる。そうなんだろうね。なんかその、うん、無操作に狭くしとこうとか、そんな感じじゃない、うん、感覚的には。カルディやな、この辺。何かカルディ買う。え、買う。ええわ、困れないし。やっぱカルディ好きやわ。なんか今電話。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。っていう感じですな。なんだこうか。俺ばっかり行きたかったみたいな。結構やで。見て、ほら、もうバッテリーが 60% しかない。結構歩いたね。はい。0% なんかどうする？え？0%。0% だったら。いや、押してみる、押してみる。あ、いけるわ。いける、いける。じゃあ、最後まで。早い。なんでこんな急に電池が早い。はい、ということで、最後。はい。ジェラート食うか。食べよう。ほんまの最後。ちょっと店員さん来たの分かる。ザギ TV という YouTube やってるんですけど、カメラって回していいですか？はい。いいですか？はい。すみません、いきなり忙しくてごめんなさい。いや、車椅子でめっちゃ入りやすいなと思って。そもそもね、これちょっと段差あって申し訳ない。いや、全然ちょうど入りやすいじゃないですか。それ、作る時に考えたんですか。1年半前にこう借りたので、最初からそこ。そうなんですね。そういう状態です。ちょっともう、こんな話はあれなんですけど、早くジェラート食べたいんです。ジェラート頼んでいいですか。決まったら券売機で。
OK です。一番おすすめなんですか？あ、ミルクですね。じゃあ俺ミルクにします。あと、はい、いいですか？ケチャップがあれば言ったら、はい、このキャッチバッチ決済が、はい、上に多分車椅子の方が届かないときは、はい、僕がサポートします。ああ、なるほど。こちらプレゼントですよ。確かにこれってよかったら、これ貼ったらなかったらどんな人でも入りやすいんちゃうかなと僕ら思ってて。これはどこが作られてるの？僕らがオリジナル作ったんですけど、その一言があるだけで入りやすい人ってめっちゃ増えるんちゃうかな。よかったら、はい、ここに貼ってくれたら嬉しいです。ありがとうございます。私も決まってるヨーグルトの味。じゃあ俺ミルクで。ミルク、はい、スプーンをお使いになりますか？あ、大丈夫です。はい、ちょっとじゃあ俺邪魔にそこ行っとこうかな。じゃあいただきます。最後ミルクタイヤーが出た。あ、溶けた。そうですか。味は牧場が想像つく。うますぎる。今日一日ロケしてみてどうでした？一日ロケ、入れるとこと入れへんとこいろいろあったけども、まあその心のバリアフリー的なのはあるなと思いますね。うん、ただその元々のコンセプトの何、合理的配慮の義務化、うん、っていうところまではまだやっぱ行ってないなとは思いましたね。ただまあそもそも施行されたのが4月からならば、まあこれからなんやろなと思いますし、うん、これからできる建物とかはどんどん変わっていくんやろなと、うん、僕は思いましたね。で、変わっていくんじゃないかとも、なんか人との関わりで今日は一日思いました。掃除でみんな優しかったね。まあそうお店の方ね、うん、あとは当該者通りたら実際にお店の足運んで合理的配慮というものがありますよってことを、うん、なんか直接お店側に伝えている、うん、こんな活動はすごくいいことなんじゃないかなって思いました。お互いの対話の中で見つけていこうっていうコンセプトだからね、うん、そもそもね、アイスが食いたいんかい？食いたい。アイスうまい。最高やわ。ということで動画を見てくださりありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価、コメントお願いします。ザギー TV をよろしく。よろしく。ありがとうございました。